だねー。はい。いるね。ダメなんじゃないか。右にデビキンかな。はいはいはい、はい、いるね。
来るか。これは悪いけど殺殺させてもらうで。さよなら。それはダメよ。はいはいはい。その逃げ方はダメなんじゃないか。これはダメよ。諦めたか。これは、そうね。いやー、すまんな。全滅だ。どこや。おい。いじりが相当強いですね。
それはわかるやろ。それは擬態してるつもりでもダメよ。そっとこう、猫っぽい動きや。これあんま追ってると良くないな。やめよう。しやすいやつから、お、竹くんかちょうどキラーやってます。そう、フランス料理屋見つかったんかいな。そういえば、へい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 、この人うまいな。テイクアウトって。はい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 、そんな余裕はあるんか。それはダメよ。さあどうする。へい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 、ダメさあ終わるか。ライト救助とか舐めたことしてたらあかんよ。お仕置きだ。
ット持ちは許せんな。ダメよ。ライト来なくていいのかな。でもあの辺にそもそもさ、ご飯屋があんまないよね、武井くん。そこをどうするかよ。いない。どうする？なんか思ってたんかいな。いいね。やってるな。このさ、このキャラクターがマジで見にくいんよ。エイコー5は違う。違うチャンネルやから。ああ。このクローデとかさ、マジで見にくいんよね。何？まあ、ライト持ってる子はお仕置きよ、もう。許すマジライト。勝手に斧振らないで。あのさ、加納英孝さんのあの、あれめっちゃ面白いよね。あの、勝手に斧振らないでっていうやつ。コントローラーあんな都合よく壊れるっていうほど、なんか神がかってるよね。あれ。やってない。助ける。どうなん、そこやるでしょ。やらない。
らずにそっち行く。いるね。いやー、なんかその隠密してるつもりなのがおもろいな。こうちょっと隠密を覚えましたみたいなムーブ好きやで。これでもさすがにちょっと間に合わへんか。こんにちは。ああ、さよならさん。それはダメよ。はい、見えてるんやな、これが。ここにおったよね。あ、行ってるな。ダメダメダメよ。サイなら。このクローゼットももう終わりちゃうかな。終わった。これはもろたな。これはもろたよ。これはもろたよ。いたね。いいのか、そのまま粘ってても死ぬぞ。いやいや、逃げられてないよ。もう絶対殺すまんやから。はい、残念でした。気持ちいい。まあでもね、これランクリセット入った
あとやからね、なんかこう、多分こうガバマッチな可能性が。そう、無慈悲。そうで、やっぱりあの最初に殺した人が多分あのチェイスかなり上手かったのがこう赤ランクの人だったんで、最初に片付けといてよかったね。赤帯っていうのがそのランク4以上、そのなんていうんやろね、そのプレイヤーとかキラーのランク付けがあるんやけど、でこのこれね、ちょうどこの殺人鬼ランクとか生存者ランクっていうのがあって、で数字がどんどん減っていくんですよ。で4以下の数字が赤色の、僕今これ緑色なんやけど、あのランクの4以下になると、こう赤色になるっていう。でその人たちを赤帯って呼んでる。で、まあ、一番うまいのがランク1で、まあランク1とか2とかになってくるとかなりうまく立ち回らないとなかなか全滅が取れないみたいな感じかな。いやあのね、一時期そう赤ランクまで行ってたんよ。やけどそう仕事が忙しくてさ、こう何回かその毎月ランクリセットっていうのがあって、ちょっとずつランクが下がっていくんよ。でそれを2回ぐらい見逃したらランク12位まで落ちたね。赤帯やったのに。で多分ね、次の対戦の相手はこれチームプレイな気がする。なんか最初から全員揃ってたし、全員救急箱持ってるし。もっと頑張ります。そう、もうちょっとねプレイ時間を増やさんとあかんよね。またここか。そう、あそうで、竹やりくん、そう定食屋しかないやろ。そうそうそうやのよ。あっこさマジで食うとこないから、あのエアビックの中のあのなんていうのフレンチというか、ダメよ。おーい、もう速攻で破滅壊すやつおるかよ。許せんな。許せんな、今のは許せんな。これはきついぞ。これ絶対チームだね。はいはいはい、こんにちは。そうだからエアビックの中のさ定食屋さんとかめっちゃ喜ばれたんだよね、あれができた時。くっそー、許さん。
いやーこれかなりきついな。ちょっと早めに一人やっとかんと。殺しときたいな。そうだからまあエアディックの周りで飯食うのはちょっと諦めた方がええと思うで、正直。いやーこれきついわ。許さんぞ。これは ひどい立ち回りをするぞ。ダメお仕置きや。お仕置きや。そんななんか際どいチャイナ服着てるからお仕置きや。そうそうそう、エアビックラウンジっていうのがあるんですよ。
そのエアビックラウンジの中の定食屋ぐらいしかないんじゃないかな、あの辺。ダメよ。さあどうする。そこ直したい。お、もう一個来るか。ああ、ウーバーイーツって。ウーバーイーツってでもあの新川崎のとこで使えるんかな。そう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 、あの地域が非対応なんだよね多分。そうなんですよ。これでチェックメイトや。ドーン。いやー気持ちいい。中華街まで行きましょう。いや遠すぎるやろ。いやだからあのさ、鹿島田のあたりでまで出ればあるかなと思う。その鹿島田駅の近くやったら、あのなんやろ、あのくら寿司みたいなとこがあるよ。くら寿司な、なんやろ、なんて言うんやろあれ。よっ、いやー全滅。鹿島田にフレンチなんかあったかな。え、でもめっちゃめっちゃフレンチ推しやん武井くん。なんかハマってんの今フレンチに。
グランメゾン新鹿島だ。へえ。え、そのお店の名前がその名前の。グランメゾン。グランドメゾンじゃないの？え、これ建物の名前だよね。あ、そのマンションの中にあるってこと？グランメゾン東京の新川崎版。あ、なるほどね。なるほどね。じゃあ、わかりにくいな、それ。ピザ屋ならあるけどね。あ、あとさ、その寿司が、お寿司があるよ。なんか、ちゃんとしたお寿司屋さん。きたー、ザ・ゲーム。来ました。ザ・ゲーム大好き。お、ええとこ見つけた。あれ、おらへんな。いないんだが、生存者が。ん？お、食べログ3.24はすごいな。食べログ 3.24 はすごいね。そんなんあるんよ。こんにちは。意外や意外、本格的って失礼だよね。でもそこいいやん。土曜日やってんの？その目をつけちゃう。余裕やってるんか。じゃあそこ行こうか。意外や意外、本格派っていうのを。
どっせい。開いた。ダメー、それダメよ。お仕置きや。なんで当たらへんねやろ、ここさっきからさ。このクローデットちょっと殺しとかんとまずい気がするな。この人多分ね、めっちゃランク高い人やと思う。そろそろ一人削っとかんとちょっときついな。そう、ここな、めっちゃ見えへんやろ。
これきついな。かなりうまいよね、このクローデット。これはでも、そう、暗すぎて見えんのよ。違うな、そこで助けたな。ゼットハード持ってたんかーい。そこはまだ見て。
いるなぁ。治療しきるんじゃないかな。いた。ああ。そう、完全に隠密に入ってるね。だね。いや、ここがね、きついのよ。この両端に絶対ハッチが、ハッチっていうかあのゲートがあるから、結構ね、うまいこと立ち回られるとかなりきつい。まずはそう、治療したね。このね、最初のこのゲートのランプがさ、1個つくかつかへんかぐらいで止めてて、でこう巡回してるタイミング、あ、いたね。それはもう勝ったな。見失わん限り勝ちやわ。この人意地でも釣られへんつもりやと思うけどね。ダメー。でも最後の人めっちゃうまかったね。とにかく隠密がうまかった。
ああ、ほらほら。ランク、赤ランクだね、最後の人。そう、声せえへんかったしな。いやー、なんとか勝ちましたね。いいね押しといた。いやー、勝てた。そうね、俺もこう今日はこれで終わっとくわ。いやー、お疲れさ。また一緒に話しながらやろうぜ。お疲れさん。はーい、おやすみー。